今日ね、5センチくらいね、下の裾のところのね、セーターの裾のところのゴム編みを終えて、今度は上、メリヤス編みを始めました。でね、棒針の時は、メリヤスを作る時は、表編みをバーッとやって、その次は裏編みをやって、表編みやって、裏編みやってってやると、メリヤスがこうつながっていくんだけど、こう輪針の場合はね、もうずーっと表編みだけでいいんだね。だってもう一方向しかないから、裏にできないからね。で、最初ほら、ここを間違っちゃって、表編み、裏編みってやったら、こういう線ができちゃいました。でもまあ、区切りみたいな感じになって、ほどかずにこのままでいいかなと思って、ここからね、この表編み、裏編みってやって、こう線ができちゃって、で、その上からメリヤス編みをやりたいと思います。で、輪針ってさ、表裏ってやんなくていいから楽だよね。ずっと表編みだけでメリヤスがね、できていくから。それ今日ちょっと勉強になったかな。だからゴム編みのすぐ上から元メリヤスにしたかったんだけど、表編み裏編みってやっちゃったもんだからね、棒針の感覚で、そしたらこう線が入っちゃいました。なんか模様みたいになって、区切りみたいになっていいかなと思って。ちょっとわかんないね。ゴム編みからメリヤスにこう、するときの感じが。全部、ゴム編み終わったら、表編みでこう、ガーッと始まればいいんだろうけどね。うん、それちょっと今日、ためになったかな。輪針だと、ひっくり返して逆に編まなくていいっていうのがね、ちょっとずーっと表編みだけでいけるから楽だよね。だセーターなんかもさ、輪針で編んじゃった方が楽だと思う。前身頃、後ろ身頃でね、やんなくていいから、もう全部前も後ろもさ、一緒に編めちゃうから。はい、今日はゴム編み5センチ終わったので、その上のね、メリヤス編みを始めました。明日、明後日ね、連休だから、ちょっと、そうね、20センチくらいはね、編めたらいいなと思ってますね。メリヤス編みだったらね、もう目を落としても拾えるから、このね、三つ編みみたいなさ、鎖状のやつだったら落としても拾えるからね。何で拾うかっつったら、このかぎ針。かぎ針でね、引っ掛けてどん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 拾っていけば揃っちゃうんで。はい。とりあえずね、20センチくらいみたいなと思う。2日でね。はい。今日はね、昨日の続き。とりあえずやり直しました。ほどいて、ゴム編みの上を表編みから始めたいので、表裏ってなってたところを表編みだけで今始めています。一応こうね、ゴム編みの上、一旦こう一本線が入るので、表編みね、全部表編みにすると一本線が入るから、区切りはね、一応つくんだね、ここでね。で、その上から今メリヤス編みを編んでいきたいと思います。なんでね、やり直したかっていうと、目が落ちちゃって、それがね、拾えなかったのね。で、メリヤスになってれば拾えるんだけど、表編み、裏編みの線にしちゃったら、それほどけちゃった時わけわかんなくなっちゃって。だからまあ、メリヤスにね、しとけば拾えるから、一応もう一回戻ってやり直しました。初心者はさ、目が落ちたら拾えないからさ、それが大変だよね。この目、この目、この三つ編みみたいな目だったら拾えるけど、その他はまだ拾えないからね。はい、今日はこれでね、このくらい、5センチくらいね、編めればいいなと思ってますね。今日雨だからさ、
雨だからね、どこも出かけないんで、家でね、編み物したり、読書したりね、したいと思います。唯一ね、一つだけここ間違えちゃって、3本入っちゃったの。1本多くなっちゃったのね。それだけかな、あとは全部うまくいってるんでね。こちらの方で自動的にこう通信で、ね、向こうでね、おかしかったら電話でどうにかなっちゃうんだもんね、来なく一て応もね。こう何か危険が起きた場合はこのメーターで止まって、その止まった情報をこちらを通してこううちの方センターに、の方に行そうくんですだよもんね、ね。連絡が来るような形になってるんですけど、まあいいところ悪いところがあって。今何やってんのこれ。今、ガスの漏れがないか検査をこれそかっからそっ確か。認。で、ちょっとこれ圧力かけて、これから、配管のところと、あとガスの機械の中も含めて、変えたばっかりなんだよ、あれ。新しきれいですね。1週間前にさ、一週新しくした。やっと来てさ、ずーっとほら、頼んだやつなんだけどさ、半導体がほらね、不足してさ、そうななんかでなすかよ。さ、院内はさ、遅かったんだよそうね。なんですよね。今はだんだん回復はしつつあるんですけど、やっと治ってさ。本当に一番ひどい時は半年ぐらい入ってこなかった時があったので、もう1年かかるよって言われてたけどさ、まあ、ほら、お湯は出てたからさ、ただほら、ボタンを押してさ、湯張りができなかったの。湯張りがなくて、もうそれ、16年経ってからもうさ。なるほど。でもよかったです。本当止まる場合、ピタッと止まっちゃうことが多いので、それそはのなかった後、がよかった。ってなったらなったで違うのを無料で貸してくれるって言ってたから。仮設みたいなそうそう形そで。う。それだけ？接続のガス路線をちょっと確認させてもらってるので。それだけ？青帯で問題ないですね。結局ね、うちの中に入ってきてやったことは、ガスの元栓の確認と、あとコンロがね、2年前に変わったので、それの新しく登録をしていった。何を使ってるかっていうね。それだけで、あとこれボタンを押して、ガスがちゃんとついて青火になってるかどうか、そんな程度の確認でしたね。これを4年に1回やるらしいね。